どうも皆さんこんにちは、カイカイでございます。この動画ではゲームズコム2019年で発表されたアイスボーンに関しての最新情報を私のコメンテート付きで見ていこうと思います。先に言っておくと、コメンテート付きではない単純にトレーラーだけを映すバージョンも動画としてアップしております。そちらの方は動画説明にリンクしておりますので、そちらが見たい方はぜひそちらから行ってください。では入っていきましょう。この辺はすでに見た。こいつがヴァルカーナだっけ？モンスターズ displaying disturbing behavior. Song. Songs. It's having an incredible effect on other life in the new world. You're going to need help. 凍ったんじゃなくて、なんか歌というものが非常に深く関わってくるようですね。歌、どういうことだろう。モンスターの鳴き声的なものでしょうか。こちらのシーンがバルカーナとの遭遇ですかね。でここ見るとほら氷が生えていくじゃないですか。角とかもこうじわじわって、ってことはおそらく V 破壊段階として氷剥がしが出てくるでしょうね。破壊を実践になるのかな。でここは流血症の大地と大地ですので、最新エリアではない場所でも戦うことになりそうです。もしかしたら遭遇だけ流血症であって、そこから新エリアに行こうっていう感じになるかもしれません。それとレイドボスみたいな感じで、何て言うんだろう、アイテム使用ありのボスになりそうですね。個人的にはジエンモーラが思い出される戦いですね。私その世代ですので。比較的にはあいつなんだっけ、あいつなんだっけ、風のやつ、名前出てこない。あのしょっちゅう空飛ぶコリューいるじゃないですか。名前思い出せないけど、骨格的にはあいつと一緒なんで、あいつみたいなこのクソコリューにならないといいですけどね。さてトレーラーに関してはそれまでです。で軽くそのこの先に関して短い動画ですので話させていただきますと、動画はすでに2つほど予定できておりまして、1つは MSI アフターバーナーを利用した GPU のアンダーボルティングもしくはオーバークロッキング、もう1つがなんか忘れたけど予定してます。ちゃんとねメモってあるん でそれと Twitter さっき見てたんですけど、ゲームズコムの真っ最中にソニーが結構爆弾発言をしまして、インソムニアックスタジオを参加に置いたとのことです。そちらに関してもまた深く動画にして掘り下げていきたいと思います。あ、思い出した、サムスンが開発しているグラフェン電池ですね。その辺のテクノロジーについても深く見ていこうと思います。ではこの先の展望を言ったところで、この動画はここまでとなります。面白かったら高評価よろしく、他の動画も気になるんだったらチャンネル登録よろしく。でなんか言いたいことを、気になること、説明してほしいことなどあればコメントよろしくお願いします。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。